はい、それではさぬきうどんのお時間です。ということで、ヤグタロンです。今日もですね、さぬきうどん屋さんの方向かっていってるんですけど、今日のお店は土日祝とかは早朝の6時から空いてる朝うどんができるうどん屋さんなんですよ。ほんで高速の境出インターにすごく近いんで、まあ、それこそ出張前とかに全然立ち寄れるようなうどん屋さんです。なおかつですね、もうそちらの大将がめちゃくちゃ明るくて食べに行って気持ちいいみたいな、すごい元気もらえるようなお店となっています。ちなみに駐車場とかめっちゃ広いんで、大型の車とかでも入れるような作りの駐車場となっています。はい、ということで今日は香川県宇多津町にあるさぬきうどん屋さんへ向かっています。最寄り駅は宇多津駅、だいたい 3.4 キロ程度離れた位置。周辺のうどん屋さんとしては麦さんであったり七福別邸さんがあるだいたいあの辺りです。食べログの点数が 3.52 点、 Google の点数が 4.0 点となっていました。定休日は毎週木曜日で、営業時間が平日は9時から14時半まで、土日が6時から14時半までとなっています。ということで到着です。はい、ということで到着しました。こちらですね、香川県宇多津町にあるさぬきうどん屋さん、セルフうどん麺太郎さんになります。はい、麺太郎さんなんですけど、これね、駐車場広いって僕言ったんですけど、ね、ここ見たら意外とあれそんな広くないねって思う方もいるかもしれないんですけど、なんとですね、こちら店舗南側にも大型駐車場ありっていうことなんで、ちょっとそっちの方も見てみます。本当にね、ちょっと進んだところに、第二駐車場、こっちが第一、ちょっとどっちかわかんないんですけど、まああって、こんな広いんですよめちゃくちゃ広いんですよ。はい、大型車とかでも全然停めれるような駐車場となっています。それでは入店していきましょう。さあ行くぞ。それでは入店していきましょう。今入ろうとしているのが店舗北側のちっちゃい駐車場側で、さっきの大きい駐車場側もドアあるんで、どっちからでも入ることできます。こんにちは。こちらセルフ店となっています。こんにちは。お疲れ様です。はい、いいですか。いいですよ。ヒヤヒヤしっぽく、ヒヤヒヤしっぽくショーで、ショーで話す、お願いします。でちょっとだけ時間いいですか。あ、うん、分かりました。ここでおったらいいですか。で、今から一旦お席座ってもらって、あ、すぐお呼びします。分かりました、はい、お願いします。しっぽくって言ったら香川の郷土料理で、野菜の煮付けが乗ったうどんになるんですけど、普通は冬季限定で熱いんしか置いてないのが、まあ、一般的なんですよね、しっぽくのって言ったら。でも本当こちらは珍しく、冷や、しっぽくの冷やが置いてます。うどんは呼ばれたらまた取りに来るとして、先に天ぷらの方取っておきます。で、この天ぷらもいろいろあるんですけど、僕は今回こちら飯田子の天ぷらにしてみました。ちなみに今回見逃してるんですけど、このチャーハンも天かすとかが入っててなんか美味しいっていう噂です。次食べます。はい、それでは先にお会計です。お願いします。はい、720円になります。はい、本来セルフ店なんで、釜揚げとか、あとまあ麺揚げのタイミングが悪くなかったら、この注文口のところで受け取りになります。メニュー表こんな感じになってます。さぬきの郷土料理、ひやひやしっぽくうどん、冷たいしっぽく、珍しいですね。小で560円となってました。で、一般的なメニューもすごく多くて、たくさんメニュー揃ってるんですよね。柏系のメニューがちょっと多いかなっていうのが印象です。かけが小で270円となってました。あと丼とかご飯系も置いてます。だからランチって言って11時から13時まで唐揚げ定食とかとんかつ定食とか、うどん付きの定食も出されてます。天ぷらこんな感じでいろいろ揃ってて、まあ、僕は今回珍しい飯田子の天ぷら、これ160円でした。注文口のところに鶏皮とか、あと温泉卵とかも置いてあります。あとおでん、入り口の横にあったんですけど、めちゃくちゃ味旬でそうだったんで、これも気になります。そしてただいま新しいデザインの T シャツの方販売させていただいております。概要欄の方にリンクの方ありますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。それでは呼ばれたので取りに行きます。あ、はいはい、ありがとうございます。あ、お盆いいですか。すいません、いただきます。それではいただきます。今回頼んだのはひやひやしっぽくうどんです。天ぷらは串に刺さった飯田子の天ぷらを取りました。
ほんとこのうどん具材がまあゴロゴロしてるのがいっぱい乗ってて、鶏肉に椎茸、あと大根、人参、こんにゃくとありました。でどれもね一個一個がすごいでかいんですよね。まあ、これは後で食べるとして、まずは麺の方からいただいていきます。麺はまず口触りがすっごい良かったです。伝わるかな、麺肌がもうほんとツルッツルなんですよね。うどん自体の弾力も強くて、こうみっちり張りがあるようなツヤされてます。ヒヤヒヤしっぽくなんで、出汁も冷たいんですけど、麺もですねもうよく冷えてるんですよね。歯を押し返してくるような強い弾力のコシがあったんですけど、どうやらですね後で大将に聞いてみたら、ちょっと急いで早くうどん揚げすぎちゃったかもっていう風におっしゃってたんで、普段はもうちょっとこの弾力は抑えめかもしれません。そしてこの麺がしっぽくの出汁を取ってくるから、こうすすったら一緒にこのしっぽくの香りとで一緒に味もねまとってくるんですよね。はい、ということで出汁もいただきます。出汁はベースは冷やかけの出汁で、でそこにしっぽくのお汁であったり、あと鶏から出たこう旨味の出汁を合わせたものとなっています。だからなんかこうキリッと刺すような旨味のもう冷やかけ出汁に、鶏の旨味と、あとこれは表現難しいんですけど、なんか地味深いっていうか、この野菜であったり根菜の旨味がすごい染みた出汁なんですよね。そして具材なんですけど、これはですね鶏肉がなんと2種類入ってました。今食べた色が濃いのが親のもも肉で、でこれ今持とうとしている白いのが普通の鶏胸肉になります。やっぱ親ももの方がこう弾力も強くて、でも噛むほどに油とかから旨味が出てくるんですよね。胸の方はもう逆にあっさりしてて、こう出汁と一緒に飲むやったらこう胸美味しいなって思います。あとこんにゃくに椎茸に大根に人参とあるんですけど、どれもですねしっかり冷たいんですよね。で冷たいんですけど型崩れもう全然してなくて、さらにそれでいてこう噛めば柔らかいっていう、なんかすごい不思議な感じでした。特に人参、まあその中でも大根なんて噛んだらこう中からジュワッとこう私が染み出てくるんですよね。で冷たくても形しっかりあるのに、噛んだらこんな食感でっていうのがもうなんか僕はすごい驚きです。美味しかったです。それではイイダコの天ぷらもいただきます。2匹が串で刺さってたんですけど、本当はどうやって食べるか迷いますね。まあ、僕は噛み切れなくもないんですけど、一口でいっちゃいました。衣がしっかり固めで、タコの足の先の方まで衣ついてるんで、まずバリバリ食感っていうのがすっごい良かったです。イイダコ自体はもう全然硬いわけじゃないんですけど、こうしっかり噛めるっていう感じです。でもやっぱりこれタコ以上にこの衣の美味しさっていうのがすごい前面に出てる天ぷらだなっていうのを思いました。それでは最後の一口いただきます。冷たいしっぽく自体がかなり珍しくて、でもうこちらの具材もかなり多かったんで、しっぽく好きな方ぜひ行ってみてください。冷たいしっぽく珍しいと思います。でこれは夏らしいメニューだったんですけど、メンタロンさんもっと暑くなるともっと夏らしいのも出してて、まあ、それ毎年やってるサラダうどんっていうやつですね。はい、サラダとうどんが合わさったやつ、それも暑くなったら出し始めるみたいなんで、またチェックしてみてください。はい、ということでとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ごちそうさまです。今日食べに来ていたのはこちら宇多津町にあるセルフうどん麺太郎さんになります。で駐車場なんですけど、まずこの店舗北手川に、まあ、お店の前あたりですね、ちょっと止めれるのと、あとは大きい車、まあ、大きくなくてもいっぱいの時はこの裏に行った方がいいと思います。ちょっとぐるっと回るんですけど、このようにめちゃくちゃ広い駐車場あります。もちろん普通車も止めて大丈夫です。
そして店内こんな感じになってます。広々しててカウンター席にあとテーブル席、小上がりになっている座敷席も広くスペース取られています。はい、ということでメンタローさんいただいてきました。後語りです。いやー、なんかもう麺がまずすごかったなっていう最初のイメージは、もうかなりねコシは強めやけど、こういい弾力というか、まあ、しかもこのツルツル感っていうのはねめちゃくちゃ強かったなって思いました。あとはやっぱりしっぽくですよね。はい、本来しっぽくって言ったらこうあったかいあのうどんで冬にしか食べれないっていうイメージめちゃくちゃ強いと思うんですよね。やけどしっかり冷たい中にもめっちゃこう染み取るっていうのをもうしっかりと再現できとったんで、もうしっぽく好きの方はあの夏でも食べますんで、ぜひぜひ食べに来ていただければと思います。はい、ということで、もし今日の動画良ければ高評価チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。1 2 3 4